ここに紙があります。見えますか何が見えますか後ろの人見えるかな何見えますスクリーンは黒ですけれども、えっと、赤い丸が見えると思います。小さな丸です。他に何が見えますか ユ優子さんが神が見えますって言いました。Very good. それが私のポイントだったんです。私たちあの日々の生活の中でともすれば小さなこの用紙に私が書きました小さな赤い丸黒い点に私たちが焦点してしまい 安いんです本当に小さなこと心の痛みまたそういう,もう小さな期待外れのことで私たちは自分の気持ちが塞いでしまうそういうことがあります私たちは神様からいっぱい恵みを受けています たくさんの祝福を私たちは受けているわけです。今日私たちはここで礼拝に出席していることも、私たちの心臓が今鼓動していることも、今意識しないでも今息を吸ってそして吐いていることも、今生きていること自体が神様からの恵みなんです。ところが、 ついつい私たちは小さなことに小,小さなことに、えー、フォーカスしてしまってそして神様の恵みを忘れてしまう気持ちが塞ぎ込んでしまうそういう時がありますある人が人生を生き抜くためにこのことを目標にせよとそして彼はこう言ったんですドーナツ全体に目を向けよと ドーナツの穴に目を集中させるなと本当だなと思います人生の苦難に注目するフォーカスを置くのではなくて祝福されていることに目を向けることこの「感謝祭」の季節木曜日は感謝祭です「Thanksgivingday」ですこの季節に 過去を振り返って、神がどんなにあなたによくしてくださったことか、祝福を数える季節なんです。これから、サンクスギビングデーが終わってから年末まで、とても忙しくなり、ストレス過剰になってしまいます。今この時 神がしてくださったことを一つ一つ数えることで何が大切なことなのか正しく優先することが何なのかを選ぶのに大きな助けとなります祝福されていることに心を向けるべきです神から受けているこの限りないもう祝福をありがたいと私たちは思えば思うほど 私たちは自分が持っているものを分け与えたいという思いに引き上げられていきます。というのは私たちがシェアをすることによって神ご自身が栄光をお受けになるからなんです。えー、与えるということは、えー、救われた結果です、えー。自然に生じることなんです。 与える、分け与える、シェアするということは分け与えるのが嫌いな人、シェアできないケチなクリスチャンはその正反対だと思いますでも、捧げるのにこだわっている原因があるかもしれませんある方が クリスチャンになりたい、教会のメンバーになりたいということで、メンバーシップクラスを受けられました。で、その中で、教会のことを学んでいるときに、献金をしないといけないという話になりまして、その人は、ああ、献金するんだったらもう教会やめよう、教会から離れていってしまった方がいます。 でも私たちはそういう人をいやこの人ケチやなそんなことをさばいてはいけません何か原因があるかもしれないんです早まってさばいてはいけないんです現在私たちのこの世界にはたくさんの新興宗教が生まれています昔からそうでしたけれども金儲けのためにまた傷つきやすい人を犠牲にして 教祖やまたリーダーたちの資金源を肥やしているグループが多いからな非常に陰険で弱い人を餌食に収入を得ているそういうグループがあるんですキリストの教会は例外でしょうかいいえ注意していないと同じ過ちを犯してしまいます このような過去の宗教的な経験からイエス・キリストを信じて新しく救いに預かった人が献金するのをためらう人が少なくありません悲しいことですけれども現実のことなんですこの管理については後ほどえ触れますけれども皆さんは以前、えー、クリスチャーになって教会のメンバーになると教会に 収入の十分の一十一献金という言われますけれども、その収入の十分の一を捧げるように教えられた方々が多いと思います。聖書はそう教えていますか本当ですか実はそうではないんです。旧旧約約時時代代このの聖書の中にある旧約時代 旧約聖書が書かれてありますけれどもその旧約時代神はイスラエルのために収入の十分の一または収穫の十分の一を幕やならびに神殿に捧げなさいと厳しく命じられましたこの出エジプト記の中にあるまた民数記にもありますまた、えー、神明記にもありますけれどもモーセの立法の戒めの中にはっきりと その命令が書かれてあります彼らが捧げたものその十分の一は神殿に仕える祭司たちに分け与えられましたそしてその残りはヤモメたち孤児たち本当に貧しい人たちに分け与えられたんです新約時代の今 イエス・キリストを信じる私たちはモーセの立法の義務から完全に解放されているんです神は御子イエス・キリストをこの世に送り立法を守ることのできない私たちの代わりにモーセの立法の要求を全て完全に主イエスは満たしてくださいましたもしそうでなかったら今も私たちはあの613に上る戒めを 全部守りを行わなければいけなかったのですイエス・キリストの犠牲の死によって私たちは立法から完全に解放させられました今はイエス・キリストの立法のもとに私たちはいるんですその立法というのは私たちの全てを尽くして主なる神を愛することそして私たち自身を愛するように隣人を愛することなんです ですから私たちキリスト者は私たちが得た収入の十分の一私たちが収穫した十分の一の戒めを厳守しなくてもいいんです「新約聖書」にはキリストにある人がそのような立法的な命令を守るように教えられている歌詞は一つもありませんパウロは私たちキリスト者に 献金のために自分の収入から一部を取っておきなさいと勧めました11献金ではありません今朝のパウロの教えに耳を傾けましょうまず第一に神は喜んで捧げる人を愛してくださるんです神は喜んで捧げる人を愛してくださる6節から7節です私はこう考えます 少し,少しだけまくものは少しだけ刈り取り豊かにまくものは豊かに刈り取りますこれには説明はいりません一人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 私たち一人一人いやいやながらではなく献金しなければならないので知るとそういういやいやながらではなくて 強いられてでもなくて命令されてするのでもなくて心の内で自分が決めた通りにしなさいと神は喜んで与える人を愛してくださいますとこのように書かれています二つ目のポイントです神はすべてを所有され 全ての必要を満たしてくださるお方だということです。神はすべてを所有されて、またすべての必要を備えてくださるお方です。八節から九節です。神はあなた方を。常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために。あらゆる恵みはあふれるばかりに与えてくださることのできるお方です。 この人は散らされて貧しい人々に与えられたその義は永遠にとどまると書いてある通りですと書かれてあります神はこのすべての秘蔵物を持っておられ所有されておられます私たちも私たちの持っているすべてのものは神のものです 詩編の50編の 10, 10編に森のすべての獣は私のものだと千の丘の勝ちラもと書かれてある通りです神は何でもお出来になられるお方です私たちはすべてのことを治め見心を行われるこのお方に信頼しこのお方だけを愛しますこのお方だけに仕えます 神のご性質のことを考えてくださいこの天地を創造されまた私たちを想像してくださった神のご性質というのは与えることなんですどんなに私たちによくしてくださっていることでしょうこの1年間を振り返って私たちにかけたところがあったでしょうか 毎日食卓に着く時に今日は何も食べるものがなかったって言ったそういう時があったでしょうか今日は水がない水が飲めない水がなくて困っているそういう時があったでしょうか神様は悪いものにも雨を降らせてくださるんですそして神様から頂い,いた最も大きな贈り物は 一人であられるイエス・キリストです。ですから、私たちも与える人であるべきです。この箇所のには強調して書かれている言葉があります。すべてのこと、満ち足りている、常に、always、すべての良い技。神は、 私たちが所有しているものを教会に分け与え必要を覚える人の必要やまたこの神の愛のこの素晴らしい福音の働きを必要のために分け与える人にさらに資産を与えられますさらに視力を与えられますそして 過去を振り返ると私たちには乏しいことなどなかったことを認めるんですなぜ神は私たちに恵み深く豊かに全ての良きものを与えてくださると思いますかそれは私たちキリスト者は必要を覚える人たちの必要を満たすための神の備えの チャンネルだからなんですもしあなたが誰かを本当に愛している,いるんだったらその人が本当に困っていたらお返しなど一つも期待せずにそんなことすら思わないでその人のために与えることでしょう自分が損をしてもその人の必要のために与えるでしょう その人を愛している証拠です。ところがこの真実はクリスチャンの管理においてストーシップにおいてその教えにおいて現在軽んじられていることなんですみんなみーみーみー,ミー私私私私の必要私の必要ということでなお,な,おなおざらしにされているんです 神はすべてのものを所有されてそしてすべての良いもので私たちを満たしてくださるお方ですそして3つ目のポイントは私たちの真心と惜しみなく捧げるものによりすべての生徒たちが私たちの教会の気遣いと献身的な助けに神に感謝を捧げるようになるということです 10節から12節に述べられています。まく人に種と食べるパンを供えてくださる方は、あなた方にもまく種を供えてくださり、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなぜらそのの奉仕の業は、 生徒たちの必要を十分に満たすばかりではなくて神への多くの感謝を通して満ちあふれるようになるからです私たちの教会に訪れる人々は信者でも未信者でも共通している意見は私たちのこの天守閣の建物にびっくりすることです日本の城の見物に感銘するんですすごいな 建物すごいなと人がいなかったも建物すごいなと世界中に一つしかない教会堂であるとしかし皆さんへのチャレンジですが私たちが知られることはこの天守閣なんですかそれでいいんですか 私たちが望んでいることは私たちの教会が惜しみなく分け与える人たちの教会であると知られたいのではないでしょうかこの「新約聖書」にはピリピ,のピリピ人への手紙がありますがピリピ人への手紙をぜひ読んでいただきたいのですがこの「ピリピの教会」当時のピリピの教会の改修は社会的に見て 経済的に豊かではありませんでした社会からは貧しい人たちの教会だと呼ばれていた人たちですところがエルサレムの教会が極度に貧しくなりその地域一帯に激しい飢餓が襲い多くの人たちが餓死している中でピリピの教会の人たちは自分たちができる以上に捧げ 彼らの必要を補ったんです。私たちの真心と惜しみなく捧げる時必要が満たされた人たちだけではなくて全てのクリスチャンたちが神に感謝を捧げるようになるんですキリスト教会は必要を覚える人たちへの気遣い献身的に助ける教会として知られて 周りの人たちに大きな祝福が及ぶんですそして人々に福音の知らせを述べ伝える健全な教会として知られまた成長していくんですでそのような教会は神に信頼されてますます多くの没出また視力また供給源が与えられてどん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 ,どん成長していくんです しかし、捧げることもせずに、守ることばっかり考えてえ、内向主導の道を選ぶならば、収穫もなくなってしまいます。ですから、このことを覚えてください。神は喜んで与える人を愛されます。 神はすべてを所有されてすべての良きもので私たちを満たしてくださるお方ですそしてすべての必要を満たしてくださる私たちの真心とまた惜しみなく捧げるものにより貧しい人たちだけではなくてすべての生徒たちが私たちの教会の気遣いと献身的な助けに神にささ感謝を捧げるようになるんですさて もしこの場におられるあなたがイエス・キリストを救い主として信じておられないならば私たちはあなたに献金することを求めません献金しないでよろしいですしかしそれよりもむしろ一日でも早く天地創造のまことの神があなたの民に与えてくださった賜物であるイエス・キリストを信じていただきたいんです このお方を信じれば天の門が開きます次に私たちの教会の家族へ私たちが集めた献金の管理に関連することです献,献金の管理は神が私たちの教会に任命した指導者たち皆さんが選んだ指導者たち一同の大きな責任です しかし経済管理は委員会以上の範囲で管理しなければいけません何のために使われたのかどれだけ使われたのかペニー一つ一つ一円一円に至るまで何のために使われたのか厳密に公表しなければいけませんこれは誘惑から教会を守るためではなくて守るだけではなくて言い,いがかりやまた 不幸やまた、教会を不正な行動や隠された思惑からさまざまな問題から守るためです私たちの教会は集めた献金を忠実に管理しています二十数年間の街道の廊下の管理のことを考慮しますとまだまだ まだまだ向上しなければいけません献金を勘定するときまた一人でするのではなくてもうすでに私たちはこのことを実行していますが二人以上必要ですそれはその人を信頼していないからということからではなくて彼らを守るためですそして今日委員会を超えて誠実さ信頼関係を育むためです 私たちの教会は改宗派です。素晴らしい神からの祝福です。とても良いです。すなわち、改修派というのは皆さんが今年の予算がどのように使われたのか、ね、評価することができるんです。私たちが集めた献金は全て神のものです。神の栄光のためのものです。教会の指導者たちが、 あなた方改修に説明する義務があるんです指導者さんはみんな皆さん改修に説明する義務があるんです説明ができなければ赤信号だと思ってください解決されるまでとことん皆さんは追及しなければいけませんまた同時に私たち改修は神に対して説明する義務を担っているんです私たち改修が 神に説明するる義務が与えられているんです,ですから、年次会、年次議会というんですか、その年次会というのは非常に大切です。皆さんに予算がどのように使われているのか、チェックする機会なんです。もし必要ならば、質問することができるんです。どんな質問でもいいんです。質問できる機会なんです。 その質問の答えを聞けると期待皆さんはできるんです今一度イエス・キリストを信じる私たちは教会の必要のために惜しみなく分け与える責任を私たちは担っています同時に精霊の働きの中で私たちは自由です本当に自由です立法から解放されています自由です必要があれば与え助けるんです しかしこのことも新約聖書でしっかりと教えられている原則に従ってなすべきです最後に私たちは主の働きのためにその主な器となる教会またそのすべての働きのために自由に惜しみなく分け与えるために今私たちは召されていますしかし捧げるものは日曜日の日この献金の時に小切手を書いて提出するだけのものであってはならないんです 私たちの献金以上に私たち自身を捧げなければいけないです礼拝の一環として私たちのこの朽ちていくこの体を清くまた生きた供え物として神に捧げるんですそのために私たちは常に集まっていますどうしてですかそれは私たちは以前死んでいた状態だったんですその死んでいた状態から生きるものに 生きるものに変えらられたからなんです私たちの体この朽ちていく体の一部一部が神の義のための道具なんですすべては神の所有ですすべては神のものですから神は私たちの捧げた献金には実は興味がありませんすべては神のものなんですですから私たちが捧げたこの献金 興味はない。献金額よりももっと神が思われていることがあるんですそれは私たちの神への服従と従順なんですそれがなければどんなに大きな金額を 教会に献金してもその献金は無益であり神の見舞いでは汚れたもの不潔とみられるんですあなたの人生の小さなあの黒い点赤い点に集中しているならば 神があなたのためにどんなに素晴らしいことをしてくださったのかを見落としてしまいますただ毎日毎日不平不満ばかり言いながら過ごす人生になってしまうんですそしてケチなキリスト者になってしまうんですだから イエス・スキリストから目を離ささないいでくださいこのお方こそあなたの私の信仰の創始者であり完成者であられるそしてあなたのために神が成してくださったことを見てください気づいてください今週感謝祭を迎えるにあたって神様がどんなにあなたに良くしてくださったことか体の弱いところばっかり集中しないで ああんんなこともあった皆さん今服着てますでしょう裸じゃないですよ裸足ですかスリッパ履いてる方もいますけれどもスリッパがあるでしょうたくさんたくさん感謝することがありますよそうするとね自然に、はあ、私ももっと 惜しみなく分け与えよう、必要がある人に私も与えよう、こういう思いに駆り,り立てられていくんです。それは私たちのうちに住まわれるご精霊がそのように働きかけてくださるんですよ。私たちは実に祝福されています。We are so blessed。祝福されているから、 惜しみなく与えるんです。We are so blessed to give。神は私たちの分け与えることを通して栄光をお受けになられるからです。神様、私たちはともすれば人生を見るときに、 小さな黒い天使か見えない、またそれだけに注目してしまいます。弱い私たちです。どうか今私たちの目をオープンしてくださり、あなたがどれほど私たちによくしてくださっているかを、信仰の目で見ることができるように助けてください。 いつもどんなときでもあなたは良いもので私たちを満たしてくださるお方ですのでこれほど私たちは祝福されているのですから私たちも喜んで分け与える人に成長しますように今日からそのようにさせてください喜んで与えるものをあなたは愛してくださるからですキリストの 尊い皆によってあなたにご栄光がありますようにアーメン